今日もやってきましたよ。今日はですね、噂によるとこちらガムテープ、ガムテープが光るっていう情報を聞き入れまして、え、どういうことってなるわけですよ。でもなんかやり方としてはガムテープとガムテープをこうひっつけて、ひっつけたものを剥がすとなんか光るみたいなこと聞いたんですよ。でマジですごいじゃん、そんなんできたら光るんだよこのガムテープが。え、結構光るってテンション上がりません？なんか技みたいな、ガムテープ光線みたいな、そういうことなんですよきっと。なんかガーってやったら火花がバシ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 みたいな、私は想像してるわけなんです。こんなことが可能ならば世の中核兵を切ると思うんです。だから私はちょっと信じがたい事実だなと思いながらも、今日はちょっと検証していきたいと思います。では早速、まあ、こちら用意しました。ガムテープ、ホームセンターとか、まあ、なんならコンビニでも売ってそうなガムテープですよ。これを用意しまして実際にやっていきます。まずこれをくっつけなきゃいけないんだね。どういうこと？これをじゃあこれこういうことでいいのかな。とりあえずどうすか？いいんじゃないですかこれ。めっちゃ綺麗。いきまーす。ガムテープ光線！光った今。光りました？なんか違う。私的にはもっとなんか、ピカーンっていくと思うんです。半分に折るのがいけないのかな？ 2 枚使って、半分に折ってるからいけないんだな。もういいや。ちょっと待って。やります。これか、長く取れすぎなのかも。もっと短く。これぐらいでいく？もう！この長さで、くっつけよう。くっつけすぎた。3、2、1、私が求めてるのはこうじゃない。持ち手を作ってもっと短くする。このぐらい持ち手を作ります。同じものを2個作ります。もう完璧、多分ね、物としては完璧。もうしっかりガムテープ。光んのこれ本当に。無理だよ、できない。てか光ってんのかなこれ、もしかすると明るいから見えてないんじゃない。暗くしちゃってみよう。暗くしています。ちょっと暗くした状態で光ってるかちゃんとみんな見ててね。いきます。全然ダメだよ。違う、おかしい、何かが違うんだよ。何かが違う、絶対やってみないことにはね。短いの逆にダメなのかな。長いのでこんだけ長ければいけるっしょ。もうビームソードみたいな感じになるっしょこれ。誰もが憧れるビームソードですよ。光りすぎた。力少ないのがダメなんかなこれ。わかった、温度だな。あったかい方が光りやすいと思うんだよね。摩擦力足りなかったのかもしれない。あーもうわかった、答えわかっちゃった。これ温度だ、完全にこの摩擦が多分大事だったんだな。よし、温まった。3、2、1、5。全然光らん。短くても長くてもダメ、あったかくして温度上げてもダメ。素早さ足りない、もしかして。光ってくれ。これさ、実際多分真っ暗にしないと光ってるの見えないんじゃないですか。だから部屋をまず暗くしてみましょう。それで光ってるかどうかを検証します。なのでやり方だけ皆さんに教えます。こうガムテープを、まあ、先ほどやったようにくっつけます。そしてここをゆっくり徐々にこうやって剥がしていきますってなると、ここが光ってます。この剥がれる瞬間のここが光ってるんで、皆さんぜひ自分の肉眼で確かめてみてください。ということで、ガムテープはマジで光るっていうのが分かったところで、チャンネル登録と高評価の方忘れずにお願いします。